冥王ワルドギール率いる闇ギルドタルタロス。ギルドメンバーは全員がゼレフの書の悪魔エーテリアスで構成され、彼らの目的は大陸中の魔力を消滅させ、ゼレフが作り出した最強の悪魔にしてタルタロスのマスターである END を復活させること。フィオーレ王国の危機を救うため、夏たちフェアリーテイルはタルタロスに立ち向かった。この本は僕のものだ。返してもらうよ。大事な本なんだ。最強の悪魔 END とは何なのか。ゼレフの真の目的とは。夏とゼレフの関係は。全ての謎を解き明かすため、物語を最初から紐解いてみよう。フェアリーテイルの冒険はここから始まった。楽しいでしょ。燃えてきた。次の仕事を探していた夏。夏はフェアリーテイルの仲間であるマカオが箱部山に向かったきり、一週間も帰ってこないという話を聞く。夏はマカオの捜索に箱部山へと向かう。
人俺の炎はただの炎じゃねえぞ。影の炎は全てを破壊する。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリーの炎は全てを破壊する。バルカンに連れ去られたルーシーは洞窟の奥深くでバルカンと対峙していた。隙あらばルーシーを襲おうとするバルカン。ルーシーは精霊の力を借りてなんとかバルカンを遠ざけているが、ナッツが駆けつけた時、ルーシーはバルカンに追い詰められていた。バルカンにマカオの、開け金銀宮の扉。
ナッツの攻撃で気絶したバルカンは光とともに人間の男の姿へと変わっていった。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。神の炎は全てを破壊する。ボロボロのマカオは夏に肩を借りながらも無事ギルドへと帰還する。泣きながら、